こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はペンタックスで一番画素数が低いコンデジオプティオ230で遊んでみます。ペンタックスの量産型コンデジは後ろに置いたオプティオ330から始まっていまして、2001年の登場になります。この330の1年後に登場したのが今回紹介する230で、200万画素のモデルになります。初代の330は少し調子が悪いので、先にこの230を紹介してみます。有効200万画素、 2.7 分の1型 CCD、 レンズは38から 114mm 相当の3倍ズーム F2.6 から F5 のレンズを搭載しています。液晶がチルト式というか一軸でこんな感じで回転するのが大きな特徴のカメラになっています。この方向には回転しなくて一軸で前に向けることができます。いくらで買ってきたのか覚えていないんですが、550円以上出すことはないので550円以下で買ってきたカメラになります。外観が非常に綺麗なカメラで、ほとんど傷や汚れはありません。ここのレンズの文字が欠けてしまっていますが、その他は非常に綺麗です。ロゴも綺麗だし、ファインダー、フラッシュも大きくてかっこいいです。電源を入れます。スイッチオン。ボタンを押してからかなり時間が経って起動してくるのが古いカメラだなぁと感じます。ズームしてみます。ワイドに戻します。ズームはそこそこ動き早いですね。3倍ズーム悪くないです。背面を見てみましょう。こんな感じで、液晶はまあ古い22年前のカメラなので暗めなんですが、こんな感じの液晶になっています。感度は ISO 100と200、オートが選べます。カラーモードで、フルカラーと白黒、セピアで選択することができます。シャープネスとか画質の設定も、変えることができて、この辺はいい感じですね。はい、こんな感じのカメラになっています。フラッシュ撮影をしてみましょう。フラッシュをオンにしてあげてチャージをしています。はい、チャージが終わったので撮影してみます。光るので注意してください。シャッターを切ります。おお、かっこいいですね。光ってくれました。連続して光るか試してみます。シャッターを半押しして、ちょっとまだ早いかな、押します。はい、連続して光ってくれました。動作が安定していて良かったです。バッテリーは単三電池2本となっています。そしてストレージ、メモリーはコンパクトフラッシュを使っています。早速作例を見ていきましょう。作例を見ていきます。東急田園都市線つくしの駅に停車する東京メトロ08系電車です。まずはちゃんと撮影できてよかったです。ピントが合った電車の先頭部分は綺麗に見えますが、背景のボケた部分は流れた感じに見えます。感度は ISO100 と200が選べますが、 ISO100 固定で撮影しています。露出がプログラムオートのみなので、シャッタースピードを稼げないのが辛いところです。頑張って動いている電車を撮影してみました。天気も悪かったのでシャッタースピードが稼げていないんですが、テレタン絞り解放 F5 でシャッタースピード160分の1秒です。白黒撮影してみました。シャッタータイムラグが結構あるんですよね。うまく収まらなかった作例です。絞りが効いてシャッタースピードが落ちるので、流し撮り気味に撮影するしかありません。セピアで撮影もできます。カラーと白黒セピア3種類しかないんですが、非常に分かりやすくて切り替えが簡単なのはいい感じでした。ワイドターン、テレタンで画角を比較してみます。左がワイドターンの 38mm 相当、右がテレタンの 114mm 相当です。3倍ズームあるのでコンデジとしては十分なズーム機能です。今度はテレタンとデジタルズームを比較してみます。右側がデジタルズームマックスの作例です。200万画素のコンデジにしてはまずまず綺麗なデジタルズームに見えます。フラッシュを使ってアジサイと電車を撮影しました。私の住んでいるエリアではアジサイが見ごろを迎えています。南関東地方は梅雨入りしています。フラッシュ撮影なかなかいい感じに見えます。この作例は背景のボケ方も綺麗になりました。フラッシュなしでも撮影しています。フラッシュなしの方が自然な感じになります。
色合いはだいぶ変わって黄色っぽい感じの写りになっています。マクロの作例を出していきます。公園のブランコです。ボケ方はどうでしょう。私このブランコの手すりよく撮影するんですが、個人的にはややイマイチなボケ方に見えます。木漏れ日の作例で玉ボケを出してみました。ワイドターンの 38mm 相当で撮影しています。さすがにコンデジなので綺麗な形の玉ボケとは言えない感じです。玉ボケの中に模様ができています。もともとなのか程度が悪いせいなのかは分かりません。アジサイを最短距離で撮影しています。テレタンの 114mm 相当です。この作例では綺麗なボケ方になりました。ボケ方いいですね。被写体によってはボケがいい感じになるので撮影が楽しいです。ワイドターン 38mm でマクロ撮影です。毎回ピントが少し後ろにずれてしまうんですが、液晶が暗くて小さいのでピントを確認するのは難しいカメラでした。今の時期はアジサイの撮影が楽しいです。天気が悪い日が続いていますが、逆に雨に濡れたアジサイというのも楽しいので撮影をやっていきたいです。田植えが終わった水田です。朝日に向かって逆光で撮影しています。200万画素のコンデジですが、風景撮影でもギリギリ許容できる画素数です。ピントが合っている部分は綺麗なんですが、後ろの電柱とか背景の山を見るとやや画素数の不足を感じます。東急田園都市線の江田駅の近く、歩道橋の上から国道246を見下ろして撮影しています。ワイドターンの 38mm です。テレタン 114mm 相当までズームしました。東京渋谷方向を向いて撮影しています。反対側を向いて静岡厚木方向です。東名高速がかっこいいです。川沿いの遊歩道を歩いていたら亀が甲羅干しをしていました。天気が悪い日が多いので亀にとっても日光が貴重なのかもしれません。動画の作例です。JR 横浜線を撮影しました。動画は 320×240 で30秒間撮影できます。音声は録音されませんでした。マイクがないようです。下り電車と上り電車のダブルを撮影することができました。非常にいいシーンです。ただ30秒間の制限があるので撮影タイミングはなかなか難しいです。川で魚が跳ねていたので撮影してみた動画になります。さすがに解像度が低すぎて見えにくいんですが、よく見ると魚がぴょんぴょん跳ねています。川の段差を遡ろうとしているみたいです。スローにしてみるとこんな感じで黒い物体が飛び跳ねている様子がわかると思います。ということで今回は22年前のコンデジペンタックスオプティオ230を使ってみました。同世代のキャノンイクシーとか富士フイルムファインピックスと比べるとペンタックスオプティオは新参者というイメージがあります。キャノンとか富士フイルムは2桁万画素時代のカメラをよく使っていたので使い慣れているんですが、私自身ペンタックスオプティオはまだ使い慣れていないです。もっと使い込んでオプティオの特徴を覚えていきたいです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンコンデジのレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。